はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はね、ちょっといつもと違う格好でございます。頭もぐしゃぐしゃでごめんなさい。というのも、後ろに見えておりますジラフさんね、まあ僕の動画で何でもお世話になっておりますが、本日はジラフさんの周年祭がありまして、まあ無事ね、目標の杯数お昼に達成いたしまして、まあ、僕もね、朝8時からお店に来て、仕込み等を含め、まあ、営業時間等も含めてね、まあ、いろいろとお手伝いをさせていただきました。僕はね、普段食べる側なんで、お客様のね、笑顔とかなかなか見る機会がないんですけれども、やっぱりね、目の前で美味しそうにね、笑顔で食べていらっしゃる姿を見ると、なんかね、めちゃくちゃ元気もらいました。はい。この後はね、まあ、ちょっと一日働かせていただきましたので、まかないということで、本日提供していた限定のね、ラーメンをすり鉢でいただいていこうと思います。もうね、麺の方を作っていただいておりますので、早速店内の方に入って、そちらの限定のメニュー食べていこうと思います。はい、ということでね、メニュー到着でございます。こちら本日いただくのが、ジラフ流味噌カレー牛乳ラーメンということで、青森にある味噌カレーの牛乳ラーメンという、まあ、ご当地ラーメンがあるんですけれども、そちらをベースにアレンジをしたもうジラフさん流のね、一杯でございます。めちゃめちゃうまそう。いただきます。とまずこれ、うわ、スープいい色してますね。働いた甲斐がある。うん、あ、ダメだ。この労働の後のね、がっちりとした味がちょっとね、止まりません。うん、スープ自体もね、本当に牛乳のまろやかさあるんですけど、 GK らしいね、このがっつりとした味わいに、この、ね、味噌のコク、これがね、たまんないっす。うん、で、このメニューはね、チャーシューではなくてパーコーが乗っております。うまいもんな、これ。ちょっと浸して、うん、合うな。うん、うまっ。そしたらちょっとね、これ麺ですね。今回の麺はこんな感じでございます。普段とね、ちょっと違ってストレート寄りの麺でございます。うまそう。うん、うまい。うまい。水系のスープなんだけど、全然ね、麺の香りがスープに負けてないのよ。甘みとか香りがね、ものすごく強い。でね、これコーンですよ、コーン。朝しっかりと仕込んだんですけど、醤油バターでね、しっかりと焦がしもつけて、いい香りしてたんですよ、ずっと。うまっ。幸せ。
ぱりねがっつりとしてるんですけど優しいんですよ。どこかその分こんだけね量あっても全然余裕。でも僕ねジラフさんとは、もう3年、多分初めて来たのが3年ぐらい前で、まあ、そこからね本当に講師ともに店員さんにもすごくよくしてくださってて、もうね3回連続かなこの周年祭参加させていただいてるんですけど、今まではねこう列の整列とか、まあ、検温だったりね、まあ、外、まあ、ホールとかのメインの仕事だったんですけども、今回はね初めて調理場の方にお手伝いさせていただきまして、厨房はね洗浄ですね。改めてラーメン屋さんってすごいなと思いました。いやマジでうまい。そしたらそろそろね具材の方も中盤に差し掛かってきましたので、トッピングのちょっとマヨネーズとニンニクをね、じゃあ今回は漬けニンニクなんでこれをちょっと混ぜさせていただきまして、うん、よいしょ、あ手首が痛い手首が痛い、重たい。漬けニンニク本当うまいっすよね。わあ、うまめちゃめちゃ。あ混ぜると全然また変わる。うまっ。毎回こうジラフさんに来るたびに思うんですけど、地元のねいつも行けるような距離に住んでる方々本当に羨ましい僕も片道ね2時間以上かかるんで、今朝もねその仕込みとかお手伝いするために6時前ぐらいに家出たんですよね。なんだろうな、やっぱ栃木ってうまいもん多いんだよな。そろそろね、ちょっといつもの特茶で小休憩で。濃いものに特茶、こういったね苦めなお茶最高に合うんですよね。
ということで、本日はね、ジラフさんの周年祭を、まあ、営業ね、お手伝いさせていただきまして、本日提供していたこちらの限定のメニューを最後ね、まかないとしていただきました。だもうね、いろいろお話はしたので、わざわざね、最後にもう一回改めて感想を言わなくていいと思います。最高でございました。ただ、最近はね、ジラフさんの動画、限定メニューばっかり食べた気がするので、ちょっとね、また近々デフォルトのね、ラーメンも食べに行きたいなと思います。本当にね、普段からのレギュラーメニューもとんでもなくうまいので、ぜひね、皆さんもこちらのジラフさんで美味しいラーメン食べてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。